二本松県民リポーター斉藤美恵子です。芸術の秋がやってまいりました。今日は二本松の出身彫刻家橋本幸昇さんの長男橋本健太郎さん、健太郎さんに師事し技術を磨き日展に何度も入選している杉内誠さん、この2人の作品をご紹介したいと思います。まずは橋本健太郎先生の作品を紹介したいと思います。日本松駅を出た方が初めて橋本健太郎先生の作品霞ヶ城の八風です。足立駅前に設置されている安達太良山を望む高村智恵子の像です。橋本健太郎先生、この作品が遺作となりました。はい、次は杉内誠さんの作品を紹介いたします。この作品受賞、日展で特選を受けた作品です。はい、杉内誠彫刻展は10月7日まで行っております。皆さん見に来てください。 Cheers!